はいどうも、今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーす。よ、申し訳ございました。私パーソナリティを務めさせていただきますのは局長のノーリーと津波子です。よろしくお願いします。どないしだったんですか？一瞬止まりましたね。止まりましたね。俺誰みたいな感じになりましたね今ね。はい、いつもの決まり文句言っていいですか？はい、はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報や、はい、現在活動中のプチスターをお招きするゲストコーナー、各地で日々行われているイベントの情報、潜入レポート、そしてかまことくまこのどこまで行くの？のコーナーなどなど、盛りだくさんな内容でザンザンお届けするシャマナ TV 総合案内番組です。早かったですね。さらっと言いますね。はい、というのも、はい、お伝えしたいことがありましたのでね。はい、ありましたのでね、はい、ちょっと巻きで。巻きで。はい、先週もお知らせしましたが、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。はい、しますのは？あの、先週の月曜日ね、うん、ちょうど24日ですから、はい、会社の19周年、ね、今日で、今はだから20年目に入ってるんですよね。目に突入。突入してるわけですね。うん、で、その、まあ、一応19周年の日に、あの、ささやかーに、ささやかーにこうちっちゃくですね、あのお祝いのパーティーをしましたね。ちょっとその模様こんな感じだったんですよね。パーティーナイですね。これフライデーナイからサラデーナイ、真っ昼間ですしね。真っ昼間に ね、一応、まあ、ケーキをみんなで、うん、あの食べたっていうだけのことですね。あのささやかに子供みたいにやっております。はい、一応アニバーサリー19周年ですね。はい、はい、こんなパーティーをパーリナーをしましたけども、はい、ねえ、ねえ、うん、もう早いもんね。早いもんね。ねえ、それ社長年取りますわ。取りますね。うん、ねえ、おっさんにね。ね、はい、はい、という感じでね、あの、うん、普段なかなかねお目見えしないスタッフの、うん、そうですね、こちら2人はもうほぼね、うん、あのご覧いただく機会も少ないですね。はい、うん、まあ、この事務所に居合わせたネタだけ、はい、たまたまねこの日はね。はい、させていただきましたが、はい、はい、先週もねまたお話しましたけれども、はい、20周年何するっていうのもね、はい、楽しみにしながら、はい、また1年頑張りましょうね。はい、はい、そんな話をさせていただきましたですけれども、はい、いよいよ本編ですね。はい、参りたいと思います。はい、ゲームどうぞ。キッズのためのタレント養成所、シャララキッズアカデミー。シャララ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンで、キッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法は、シャララキッズで検索。フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャララキッズアカデミー。はい、おかえりなさい。本当におかえりなさい。本当にね、おかえりなさいませ。ね、これ CM ね、はい、ちょっとスタジオ一周してまいりました。はい、はい、ね、はい、はい、今週も。今週も。はい、パーソナリティのご紹介第もう何段かわかりません。はい、はい、いよいよですか。はい、いよいよ。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 いよいよですか。いよいよキノコマンも出てきません。来ないですか。はい、あ、なるほど。はい、ということは、うん、順当にいくと、はい、一番最新なんですかね、一番最近に始まった番組、はい、スタートした番組、最新番組ですね。はい、うん、ワクワクキッズ、ワクワクキッズ、はい、ご紹介でございます。ワクワクキッズはパーソナリティ多いですよ。多いですよ、うん、多いですよ、はい、多いですよ、多いですよ、はい、順番にね、はい、ご紹介していきたいなと思いますけれども、はい、まずは、うん、株式会社土田教育研究所の、はい、土田浩先生。土田浩先生、はい、はい、ね、いつも番組の中では絵本の読み聞かせとね、うん、あと番組スタートにね、はい、お話を聞かせてください、はい、なるほど、はい、ね、あの絵本ですよ、絵本ですよ、絵本ですよ、絵本の使い方っていうのをね、最初番組始まる前にいろいろお話聞かせていただいたんですけれども、まあまあね、なるほど、目からポンポンポンって番組変わってますけど、番組ね出る落ちる感じで、はい、ね、うん、絵本の使い方を、はい、普通はね、絵本って読み聞かせて子供さんにただその物語を聞かせてあげるっていう感じ
じがちなんですけれども、それだけじゃ、じゃありますね。だけじゃない。ね、とおっしゃってましたのは、すごいですよね、本当。ね、普段の時に、子供ちゃんがね、例えば物を貸してあげることができない子に、物を貸してあげないとダメでしょうとかって言ったところでね、なかなか子供には響かないんですよね。これね、自分が子供の時のことを思い出したらね、もう明らかに分かりますよね。分かります。もうちょっと考えたら分かることなんですけど、でも大人になってしまってからっていうものをの立場になっちゃうと、どうしてもちゃんと貸してあげなさいって言っちゃうじゃないですか、普通に考えて。でもちょっと思い出してみたら、そんなん口で言われてそんな素直にね聞けなかったじゃないですか。そんなちっちゃい頃へそ曲がりやしね、ね、まあ局長、まあ、僕の場合はね、はい、うん、ね、うん、だからそういったのを絵本を通して、うん、絵本の物語を通して、うん、本人が貸してあげなきゃとか、うん、貸してあげたい、貸してあげようっていう思えるように、うん、なるためにの、うん、一つのツールとして絵本を使うっていう、ね、うん、方法なんですけども、直接だからあなたがダメなのよっていう、あなたが悪いよっていうふうに批判したり非難したり叱ったりっていうんではなくって、まあ、全くそのね、お子さん張本人ではなくって別の、絵本の主人公にちょっと感情移入していただくとか、君のことじゃなくって絵本のこんな子いるよねみたいな、こんな子がいてね、その子どう思う、そういうことしてる子を見てっていうふうにしてね、うんうん、その本人とは違うところにこう、うん、そうですね、意思を向けて貸してあげれない子と、うん、あと貸してもらえない子っていう両方をね、うんうん、見ることで、そうそう、気持ちをね、そう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 、ね、っていうところで、うん、ね、本を使って、うん、自分で気づいてもらうっていうね、ねー、あーなるほどね、これ僕ね、子供の時あったらもうちょっとまっすぐ育ったような気しますよ。ですよね、ほんとに。で、本当素敵。逆に今度読み聞かせているお母さん、お父さん、うんうんうん、お家の方もそれを知った上で絵本を読んでいると、うん、あ、なるほどねって、そう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 、うん、大人でもこう、なんか、あかんかったかな私とか、うん、ね、こうちょっとこうなんか素直に反省できるというか、ですよね、うん、ダメですよって言われてるんじゃなくって、うん、素直に反省できる、うん、ね、すごいですよね、本当ね、これはすごいなと思いました、うん、これは子供さんだけにこう読み聞かせてるって意味ではなくって、うん、やっぱりその大人も、ね、うん、日頃の、まあ、本当にもうシンプルなことを、ね、うん、その子供に教わって子供は頃に教わったようなことをね、実際に読んであげて子供が気づいてくれた過程全部を見た時に、うん、やっぱり一番よくわかると思うんですよ、お家の方っていうのは、うん、あ、そうか、こういう風にしたら子供って素直に受け止めてくれるんだっていうのも、うん、全部最後までね、それってもう感じ取れると思うので、うん、一度本当にね、そういう使い方っていうところでね、うん、絵本の方を教育の方に取り入れていただきたいなと思うんですけれども、はい、そのね、読み方にしてもやっぱりね、うん、ただ読むんじゃなくて、うん、ね、読み方にもやっぱりね、なんていうのかな、コツっていうのかな、があると思うので、それいいお手本に石田先生のね、読み方がすごくなってると思うので、もう全国で、うん、もう1日多い時何冊って言ってましたっけ、すごい、そうですね、ね、何十冊を、うん、読んだりとか、イベントで読み聞かせ、本当にお子さんを前にしてイベントで実際に読み聞かせをしてくださるんですよね、うん、そうなんですよ、すごいことだと思うんですよ ね、だから本当に子供のセリフであったり、お母さんのセリフであったり、はい、うん、ロボットのセリフだったりとか、はい、全部それを使い分けてね、そうです、そうです、すごい、ピパランってやつね、そう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 、ねーってしてくださるので、すごい表情豊かにね、愛情豊かに読んでくださるところが本当に素晴らしいと思いますね、特、うん、にね、石田先生の声優しいのでね、うん、なんたらね、やっぱり石田先生自身がやっぱりすっごい心優しい方というか、すごい本当にもうね、もうその場にいる人だけじゃなく、さらにその先までを包み込むような、そうなんです、うん、優しさのある、奥さんのある方です ね、 ね、収録の時が、うん、あの番組ってすごくもう大変なんですよ、撮るのね、大変ですね、細かく刻んで撮っているものを一本に、うん、ね、はい、しているので、うん、撮り時間の中でもすごくバタ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 しながら進めていかないといけなくて、うん、で
中で、うん、すごくやっぱり無理をお願いしてるんですよね、はい、先生にも、うん、なんですけどすっごい長時間の中ですっごくブタブタバタバタしてる中でも、うん、ずっと最後まで優しいままなんだね。どうしても我々スタッフだからこう取り仕切ってね、うん、やっていかないといけない、ピリピリしがちなんですけれども、ご下先生がそこにいてくれはって、うん、あ、はい、あ、わかりましたってこう言ってくださるだけで、うん、あかんあかんみたいな、こんなピリピリしとったいろんな気づきをいただける感じね、うん、ね、本当すごい人だなと思いますし、今ね、七田先生が実際にそうやって絵本を読み聞かせとかされてらっしゃるのも、うん、ご自身のね、うん、あの育児の時の経験上のね、うん、ことからね、はい、されてらっしゃったりとかするので、はい、まあ、そういったことブログとかにもね、あの教育についてっていう七田先生のお考えとかっていうのをブログの方にも結構ね、上げてらっしゃったりとか、ご活動の方もね、はい、ブログに上げてらっしゃったりするので、うん、あのそちらの方をまたね、一度ご覧いただきたいなと。本当ですね、うん、で、あの番組の中で、はいはい、またもう一つすごいのが、はい、土田チャイルドアカデミーなどでも使われているような教材を、うん、もうね、番組を通して、そうですよ、うん、あれもう売ってるやつですからね、皆さん。そうなんですよ、絵本も本当はね、そうですよ、あれもオリジナルなんですよね、オリジナルの絵本ですから、うん、あれ本来やったらね、うん、あの買わないと読めない内容なんですけど、うん、なんと惜しげもなくですね、うん、あの番組の中で全て公開してくださっているという、うん、しかも読み聞かせてくださっているというですね、そう、それだけでもお得な ね、子供ってもうびっくりするぐらい絵本、うん、同じ絵本を何回読んでも喜ぶんですよね。そうなんですよね。なので、まあ、もちろんあの番組の中で、うん、あのね、子供に見て一緒に見てもらうの、子供と一緒に見てもらうのももちろんなんですけども、うん、今度それを お母さん、お父さん、お家の方がまた読んであげるっていうのでね、うん、また一つ喜びが違うかなと。読んであげるっていうことにも意味があるみたいですよね、うん、ね、親子の時間ってやっぱり大切だなって。うん、そうなんですよね。うん、で、あれがね、いつも毎回毎回読んでるんですけど、うん、あれもね、年齢ごとに合わせた本っていうのがあるんですよね、はいはい、2歳、4歳、3歳、4歳、5歳ですね、うん、あるので、まあ、それもね、サイトの方で、はいはい、公式サイトの方で、はいここにいただけます、はい、その他の教材もそちらのサイトの方でここにいただけます、はい、うん、七田式で検索していただいたら、うん、そのホームページの方がトップに上がってくると思いますので、そうですね、はい、その中で一度、うん、あの欲しい商品があったらね、そうですね、はい、お問い合わせいただきたいなと思います。オンラインストアがあるんですもんね。オンラインストアがございます、ね、お買い求め一般の方でも、うん、あのチャイルドアカデミーに入られてない方でもご購入いただけるんですかね。いただけると思います。はい、はい、で、ね、その教材でも一つの教材でも使い方っていろいろあるので、うんうんうん、そういうのをね、ひとみ先生とかね、はい、あの柿田純先生とかね、はい、これからもご紹介してくださいますので、一つのものは一つの使い方って決めないで、せっかくだったらそれをいろんな使い方でね、子供さんにね、設定を持っていただきたいなと。そうですね、うん、思います、はい、はい、ちょっとこれ余談であれなんですけどね、うん、あの実はひとみ先生ってね、うん、今飼育のところを、はい、うん、あのカード遊びだったりだとかね、いうのをやってくださってます。これ実は、これからちょっと先生が、うん、ね、うん、各はい、七田チャイルドアカデミーの各教室も全国各地にありますので、はい、その先生たちがご出演してくださって、はい、また教材で、そうなんです、こちらも楽しみですよね。ね、うん、全国2000万の、あのひとみ先生ファンの方々もいらっしゃると思うんですけれども、うん、ね、さらにこう別の先生がね、出てきてくださるということなので、はい、はい、そちらの方も楽しみにしていただきたいですね。はい、うん、楽しみにさせてください。はい、はい、ということで、はい、次は、はい、チームギューキッズ、そうです、そうです、の方のご紹介をさせていただきたいんですけども、はい、こちら3人いらっしゃいますので、はい、村田道路先生を筆頭に、はい、杉島先生、のりのり先生、はい、ね、はい、と竹水先生、溝先生、はい、はい、の3人で、はい、はい、されているチーム元気チーム元気ね、もともとの、うん、そのグループというか、うん、ね、を立ち上げていらっしゃる3人さんが出てくださってるんですよね、はい、だからこの番組だけではなく、その3人でご活動の方、さまざまなことをね、はい、されていらっしゃって、うん、で、
だトール先生の方が、はい、トールリーダーですね。トールリーダーの方が一番最初はね、はい、本当に少ない人数から、うん、あの子供さんたちね、少ない子供さんたちを相手に始めた活動が元気っつっていうね、はい、活動なんですけども、うん、それに思いを賛同した2人が、うん、のりのり先生と伊藤先生が一緒になって行動してくださってる。そうですね、うん、まあもう本当にあそこは固いチームですよね、うん、チームですよね。で、トール先生が、はい、あの理論の方とかっていうのをやっぱりね、はい、がっつりしてくださるので、そうですね、まあ、イベントとかでは、うん、のりのり先生とみぞ先生がどっちかっていったらパフォーマンスの方に行って、はい、で、トール先生が理論的な解説をしてくださるっていうパターンが結構多いみたいなんですけれども、はいはい、やっぱり3人ともにね、それぞれの役割があって、うん、そうですね、うん、で、収録の時もやっぱりすごい信頼関係あるんだなっていうのが、うんうん、一つ一つやっぱりあの、のりのり先生も溝先生も、うん、徹先生にこれで合ってますかねみたいな、うん、これでいいですかね、どうしたらいいですかねっていう相談をね、そうですね、されてらっしゃったりね、うん、やっぱりその知的なところでのリーダーといいますか、うん、まあ、全体のね、その運動そのもののちゃんと理論的にちゃんと合ってるのかっていうところもね、あのきっちりと抑えてられますね。ね、トールリーダーがやっぱりそこら辺なのかね。ね、だってあの大学の健康科学部、はい、そうです、ご紹介しておきましょう、はい、大阪青山大学健康科学部、うん、子ども教育学科ってことで、うん、本当にその筋のエキスパート、うん、プロなんですよ、はい、ね、ね、うん、なので、はい、やっぱり一番最初の4回は徹先生が ね直接出てくださって、はい、解説の方をしてくださってるんですけれども、はい、まあ何せいかんせんね、徹先生ちょっとお忙しい方なので ね、はい、そうですね、あのその若い2人に託して、はい、今は総監督みたいな感じで、その代わりそのちゃんと理論の部分のところはしっかりちゃんと3人でミーティングの上で決めてくださってるので、抜かりない。そうですね、一応画面には映っていないですけども、うん、画面のこっち側にはほぼいらっしゃるんですね。ね、カメラ側で、うん、見守ってくださってたりとかする感じ、オッケーみたいな感じでね、そんなに慎重じゃないですね、ね、はい、まあ、それが難しい時もあるんですけども、密に3人間で連絡を取ってくださってますので、はいはい、もうしっかり徹先生の思いは乗っかってる番組になってるかなと、そうですね、思っております。はい、はい、そして、まあ、あのおなじみのりのり先生とみぞ先生ですね、はい、うん、この二人のねパフォーマンス撮ってる時がね、はい、楽しいんですけど、うん、あれね、体育の時間でお二人の掛け合いをしてる時間があって、はい、あと解説の時間は後ろでパントマイム状態なんですよね、はいはい、ちょっと一度アーカイブでもね、うん、あの本放送でも見ていただけたら分かるんですけども、うん、あのチーム元気っていうかこの体育をやる、はい、うん、あのコーナーがある、うん、最初はこうのりのり先生とみぞ先生がこう喋りながらね、うん、はい、次はこういう風にやってみようみたいな形でやってくださるんですけど、その次こう解説でこうパンとスーパーなんですね、うん、別の、あのカットが入りまして、体育のシーンが後ろ下がるんですよね、うんうん、ちょっと見ていただいたら分かるんですけどね、で、要はこっち側の体育のシーンがこう後ろに下がるので、声はこっちの解説の方が生きるので、うん、こっち側がね、実はね、パントマイム状態になってましてね、はい、こっちが収録時がね、うん、結構面白いですよね。その間音声が使われないので、うん、はい、何を言っても OK なんですよでもね、動きはね、ちゃんと一緒体で掛け合わせてくれてるんですけど、まあボケの多いこと、はい、一応そこまでに前半でやった大工の内容をあのお子さんに見ていただきながら復習するっていう感じなんですけど、うん、まあ、声が入らないので、うん、まあ、あのやりたい放題やりたい放題そんなひどいことやってないですよ。でもね、その時間であれば3分弱ですけども、はい、3分弱の間、はい、声を出さないで動きだけで伝えるってやっぱりね、うん、大変だと思う、うん、できないですよね。ね、こういうこともやってみようみたいなのをね、うん、この目をつぶってとかっていうのとかでも、うん、目をつぶってるっていうのをね、うん、あの言葉出してそうなんですよ、うん、伝えるアピールしないといけないので、うん、ね、あれ面白いですね。面白いですね。で、思った以上になんか時間が余ってる時、はい、あと1分ある、どうしよう
口の動き見てるとね、なんて言ってんのかなちょっと分かると面白いかもしれない ね、なんかよくありますよね、野球とかでも監督が言ってることとかね、口で動きを見て ね、読み解くとかありますけど、ちょっとそこにも、ね、注目をしてみていただきたいな、隠れた面白さですね。ありますよね。で、実際に声が出てるところとかでも掛け合いでも、最近のりのり先生がよくボケるんですよ。ああ、そうですね。で、その時に溝先生が、溝先生すっごい一生懸命で真面目な方なんです、なので、そっちに一生懸命やから、そのボケを拾う余裕がないというか、もうそれより僕はこっちをやりたいんだみたいな。そうですね。割とのりのり先生ぶっこんでくる感じですよね。そうなんですよ。ぶっこんでくるんですけど、ね、まあ、拾ったり拾えなかったり、そうなんですよ、すかさずスルーする感じみたいなところもね、いっぱいいっぱい感も面白いですね。そうでも面白くて、とにかく2人すごく一生懸命ね、熱い方なので、素敵、本当にやり取りがすごい素敵ですよね。お互いすごい尊重し合いながら、でもお互いこうちょっとなんていうか遠慮なくやってる感じっていうかね、ですよね。だからその収録中も、まあ普段は体を動かしてるお二人なので体力あるじゃないですか、なのでぶっ通しで頑張ってくださるんですけど、逆に私らが休憩ください。やっぱ体力違いますよ。違いますよ。あんなスポーツやってるわ、年齢も若いわではね、我々こう我々の運動と言ったら、あのはいスタートってボタンを押すだけなんです。何使えとんねんって感じですけどね。休憩ください。休憩くださいっていう感じでね、まあ収録の時は楽しく進んでいるんですけれども、あの最後の体操の、体操のところ、ゴーゴー元気っすの、ね、歌の方も、あれはのりのり先生が歌ってらっしゃいまして、作詞作曲も作詞作曲のりのり先生ですね。ここのね、テイクセブンの方で歌を歌って、そうですね、アレンジレコーディングをこっちの会社でやって、で、ちょっと近いうちにね、iTunes での配信が始まります。そうなんです。お待たせしました。 iTunes とかですね、何でしたっけ、着歌系のところとか、いろいろと、あの どこででも大体ね、ダウンロードできるように配信する予定してますのでね、それがね、決定次第、こちらの番組でも、ご報告したいと思います、ぜひお家の方でも、皆さんね、家族で踊っていただきたいですし、あとは保育所、幼稚園とかね、小学校とかね、でも一緒に踊っているのを、ムービー撮って送っていただきたいと思います。うまくできてるのは普通にまあ曲で踊るっていうだけじゃなくって、その今の子供に足りない動きをうまくそのダンスの中に入れてきてくださってるので、普通のダンスを踊るっていうのがまたちょっとね、違う趣向といいますか。そうなんです、それも年齢層を幅広くできるようにっていうのにね。そうですね、仕上がっております。楽しく仕上がっております、ね、私も楽しみです。早く iTunes とかね、そうですね、早くアップして、配信開始したいと思いますので、楽しみになさっててください。それでは一旦ここで CM ですか。では CM どうぞ。キッズのためのタレント養成所、シャナラキッズアカデミー。シャナラ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャナラキッズで検索。フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャナラキッズアカデミー。はい、おかえりなさーい、ね、なんか今調べ物してありましたですけどもね。ワクワクキッズの方は朝の7時からと夜、夕方、夜の8時、20時からとなっておりますので、ぜひぜひ、お子様とご一緒にご覧いただきたいと思います。そうですね、あの親子でちょうど、お父さんお母さんが、あの例えば iPad とかね、パソコンとかで、あの見せてあげるのにね、どちらも都合が合いそうな時間ってことですね。そうですね、ご飯もお風呂も終わって、あとは寝るだけぐらいの時間に ね、放送させていただけたらなと思って、この時間に決定いたしました。こちらの方でぜひご覧いただけたらと思います。キッズといえば、キッズといえば、言えば
シャナナキッズアカデミーシャナナキッズアカデミーですね。はい、こちらキッズのための、タレントアカデミーとなっております。はい、シャナナ TV のレギュラー放送番組に出ながらですね、ボーカル、ダンス、演技、モデルなどなどのトレーニングを積んでスターへの階段を上りましょうというアカデミーになっております。オーディションがございますので、はい、ぜひこちらの方にご応募していただきましてですね、ご注目受けてください。はい、これね結構ね、レギュラー番組とかっていうところが、はい、結構逆に子供が気にしてるみたいなんですよ。なるほどね。小学生とかの子供が、あ、そうなんですかね。うん、そうなんですよ。うんうんうん、なので、うん、まあ、親御さんがね、見てくださってる方が多いと思うので、うん、一度ね、お家の子供ちゃんにね、はい、こんなんどうあるけどどうっていうのを聞いてみていただくと、ね、すごい興味あるみたいですね。そうなんですよ。テレビに自分が出るっていうことにね、うんうん、で出てる子にもやっぱり興味があるみたいで、うん、その番組自体を見たいと思ってる子供ちゃんも、うん、そうそう、どんな子が出てるのかも見てみたいっていうね、うん、なので、うん、ぜひぜひ一度ね、はい、うん、お家の方でミーティングを、はい、家族ミーティングしていただいて、はい、やりたいなと思います。はい、そしてそしてシャナナンバー、シャナナンバー、さっきなんでこれ高齢化したんね。はい、はい、こちらの方はシャナナ TV 内でのプレゼント企画だったり、はい、ワンデーパーソナリティの応募資格だったりをゲットできるナンバーでございます。はい、これを言い続けて早もう1年かしら、うん、でも1年経つかしら、あれでしょ、今年中にやるんでしょ。やると思いますが、できなかったらごめんなさい。いやいや、絶対やりますよ。いつします、だから。もうね、ね、いつします。で、こちらの番号をご登録いただいた方には、はい、なんで京都弁、こちらがついております。はい、シャナナステッカー。京都イントネーションじゃないちゃいますね。はい、うん、シャナナステッカー。はい、こちらの方も残り少なくなっております。こちらの初回限定のね、はい、ポスターじゃなくって、うん、ステッカーがね、はい、ステッカーが欲しいという方は、うん、ぜひぜひこのタイミングでお見逃しなくご登録くださいませ。はい。はい。ね、はい、今のうちに登録していただけたらいいですね。うん、はい、そしたら、あなたの手元にカードと一緒に、うん、このナンバーじゃなくて、このステッカーがシールやって、シールやって。あのフライヤーのことチラシみたいですね。はい、このシールが届きます。はい、ね、お菓子の付録としてね、付録としてね、ビックリマンみたいですね。はい、はい、お楽しみになさってください。はい、ということで今週もお届けしましたバナナ TV、 お楽しみいただきましたでしょうか。この後もバナナ TV のバラエティあふれる番組をじゃんじゃんお届けいたしますので、お楽しみになさってください。親子揃ってワクワクキッズの方もご覧ください。ありがとうございました。バナナ TV。